ローレン。ごめんなさい、スコット。私の助言に従うべきだったな。調査を打ち切るよう言っただろう。あんたの息子は殺人鬼だ。一体何人殺せば気が済むんだ。欠点があっても私の息子だ。まあ、子供のいない君には理解できないだろうがね。他に選択肢はない。調査は打ち切りだ。永遠にな。また水泳をやるつもりだったな。こういう形でとはな。車持ってるか。俺のは水浸しだ。ええ、あるわ。どうするの？鍵を返す。さあ、家まで送るように。しっかり鍵をかけて、俺以外中に入れないように。いいね。気をつけて、スコット。あなたを失いたくない。
私に近づくな。撃つぞ。このゲス野郎。お願いだ。お前のバカ息子が子供らを殺したんだろう。折り紙殺人鬼だ。違う違う、あの子は無実だ。犯人じゃない。違うんだ。嘘をつくな、おい。本当のこと言え。やめろ。お願いだ、殺さないでくれ。これが最後だ。知らない。誓うよ。私は何も知らない。もう。やめろ、やめろ。頼む、話すから。何もかも話す。ゴーディはいつも楽しみを求めていた。あいつは折り紙殺人鬼になりたかったんだ。子供を誘拐して水の中に長くつけすぎたんだ。事故だったんだ。不幸な事故だった。楽しみたかっただけなんだ。そう言ってた。泣いていたよ。自分のしたことを悔やんでいた。だがそれでもあいつは私の息子なんだ。誰も悲しまない。なんだと。ゴーディが殺した少年だ。誰が悲しむ。そこら辺に転がってるゴミだ。お前は最悪の豚野郎だ。ジョン・シェパードはなぜ彼の墓に花を供える。私は事故のあった建築現場を所有していた。一生忘れん。30年間ずっと花を供え続けている。双子の弟がいたはずだ。彼はどうなった。さあな。養子にもらわれていったはずだ。母親が知っているだろう。名前はアンシェパードだ。心臓早く薬を取ってくれ。引き出した。君は命の恩人だ。助けなきゃよかったよ。